あそこだ。母さんとブラシダスに会えるだろう。ソラ。何者だ。俺か。誰でもない。だがお前はブラシダスの話より神々しいな。ここにあるべきなのはお前の像だ。ブラシダスだと？ブラシダスが何だって？壊れた槍を持った偉大な戦士を探せと言ってたぞ。神々しいってのは俺が付け足した。ブラシダスには戦士を見る目があるようだな。確かに私の伝説はどんな像より長く残るだろう。その通り。お前は山々の頂上から歌われるべき存在だ。アルカディアではすでに伝説だぞ。ブラシダスはどこだ？話がある。そうだろうな。それと女、あの女とも話すか？待て。お前に似てる。どこへ行ったか言え。言うべきだよな。報酬ももらってることだし。それならなぜ言わない？報酬が足りなかったからだ。思い知れ！
Ah!
私の伝説はどんな像より長く残る。よく言うぜ。さっさと母さんの居場所を言え。言わないならそのにやけた面を切り落としてやる。短気だと聞いていたぞ。全くもってその通りだな。さっさと母さんの居場所を言うんだ。そうすれば生かしてやる。慈悲でもかけてくれるのか。アルカリアには何の意味も持たないがな。さあ言え。丘に行けば見つかる。ゼギアを見下ろす崖だ。ブラシダスでないなら誰の金で動いてる。失政官だ。お前の首にブラシダスには一生かけても払えないような額をかけてる。なんという失政官だ。名前を教えろ。ラゴス。奴の名はラゴスだ。アルカリア最大の有力者。奴は穀物を支配してる。つまりは世界を支配しているということだ。運が良かったな。今日はもう血は見たくない。残念だったな。血ならもっと見ることになる。ようこそアルカリアへ、カサンドラ。行くぞ。ソーラ。見つけてくれてよかった。ああ、なんとかね。死者は殺した。あんたは裏切られたんだ、ブラシダス。ミュリーネの話にあった連中、お前たちが来るのを知ってラゴスに賞金をかけさせた。アルカディアでは誰も信用できないや。だからこそ執政官の首を取らないと。操られたスパルタ王に意思を伝えるのよ。アルカディアで何が起きてるのか調べよう。そうすればそれほど首を切らなくてもラゴスの問題を解決できるはずだ。商人に何が起きたんだったかな。人々は血を欲してた。暴力だけが解決の道じゃない、ラゴスは何としても生かしておかなければ。アルカディアはスパルタのパンカゴだ。ラゴスはそれを管理している。あの男はスパルタではなくコスモスのために働いてるわ。
ならば連中から解放しよう。本当にその必要があるのか。賞金や脅迫などらしくない。彼は殺し屋ではなく農民だ。ブラシダス、あんたの計画は。お前の母と違って穏便に済むと考えている。まずは彼の所有する隠れ家を調べよう。何か証拠があるかもしれない。どうしたらいいと思う。やはり執政官をハデスに送るべきよ。スパルタのパンカゴを荒らし尽くせば偽りの王は乗り出さずにいられなくなる。執政官は変わってしまった。今では奴らの一員よ。動くべき時が来たようだ。ああ、そうだな。決断の時だ。なかなかいい計画だな、ブラシダス。ありがとう、分かってもらえたか。感傷的ね。判断が鈍っているわ。多くのスパルタ人がラゴスに食料と安全を頼っている。彼の死は混乱を招くだろう。テギアの北東の農場に彼の隠れ家がある。後悔するようなことをする前にそこで会おう。ブラシダスの計画が失敗したら。執政官は恐れをなしてサミコン砦にこもっている。とても大きい砦だから見ればわかるわ。追ってもいいけど気をつけて。守りを固めてる。なら守りを崩さないと。兵舎とそれから穀物の貯蔵庫があるわ。そこに被害が出たら大変ね。ラゴスの衛兵たちは一体どこにいるんだ。一部の者はテギアの兵舎で休んでいるわ。密輸の森にも野営地と砦。そこで衛兵を倒せば守りを弱められる。貯蔵庫はどこにあるんだ。執政官は小麦をパーンのゆりかごに保管しているの。貯蔵庫に火をつければあっという間に燃え広がることでしょうね。ラゴスの様子を見てこよう。幸運を祈るわ。お前には分かるまい。これは火事や小麦の問題ではない。個人的なことだ。正しいと思うことをしているのはわかるわ。でも家族のことを第一に考えて。